もらった自信だよね。こっちの自信は自分サッカーをそうやってやってきたっていう自分自身の持ってることをトダッチは知ってたから、こうやってなりたいと思った時に叶えるパワーを力を持ってたんだと思います。3番は今好きなことや得意なことがあったらそれを書いてください。家の練習をして頑張る。自信になってみんなが笑顔になるようなお菓子を作りたいです。チームでの練習の時に集中して全力で頑張ることです。薬剤師になって優しく患者さんに薬の説明をしたいです、はい、そのためにできることをやってみようと思うことは、まずは勉強や宿題をしっかりやることです、うん。夢戦の先生のお話はどうでしたか？とても分かりやすくてためになりました。どんなとこがためになったか教えてください。先生が言っていた自分自身という言葉がとても良かったです。あれはテストで書いたらダメだよって言った字ですけど、自分自身とても大切なことですね。はい、自分自身は今ありますか？まだありません。これからつけれそうですか？多分将来的にはつけれると思います。下がっても戸田先生は頑張るからすごいと思いました。自分にも役立ちそうですか？はい、自分で決まりを作ってなんか目標に向かって頑張るところがためになりました。プロの選手と一緒に、ゲームをしたり、お話を聞けたりしたのでいい経験になりました。一つだけ好きなことをして我慢する、他のことを我慢するなんてすごいと思いました。夢はプロ野球選手です。そうでした、プロ野球選手でした。じゃあ何か今日は役に立ちましたね、お話を聞いて。立ちました。はい、じゃあその立ったことを一言言ってください。練習です。練習頑張りますか？はい。夢は何ですか？保育士です。保育士さんになりたいんですね。これから何か努力しようと思ったようなことはありますか？もっと弟がいるのでもっと楽しく遊んだりして、もっとなんかこう子供との距離を深めるというか。おー、もうじゃあ早速始めるんですね。はい、はい、じゃあ頑張ってください。体育館の時は隠れたり大活躍でしたね。はい、ありがとうございます。あれはなんで隠れたんですか？見つかってないかなと思って。友達と手をつなぐのはどうでしたか？ちょっとなんか友達が逃げたりしたのでムカつきました。ムカついた。でも日頃は仲良くやってるわけですね。はい、はい、学校生活頑張ってください。今日はためになりましたか？はい。今日の夢戦の先生のお話を聞いてどういうふうに思いましたか？夢はなくても大学になったら夢はできると思いました。じゃあ今はまだ夢ができてないですね？いや、あります。何でしょう？プロ野球選手になって100本近くのホームランを打ってホームラン王になりたいです。担任の杉木先生です。先生ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。先生の感想はいかがでしたか？今日は1時間半ぐらいご覧になっていまして、はいはい、前半から本当にもうコミュニケーションを取られる、戸田先生の本当ね上手だなっていうところと、後半は自分のですね、小学生時代から学生の、悩みとか、自分が自信をどういうふうに自分の自信をどういうふうに作ってきたかというところが本当に、心が響きました。なんともオーラがもう素晴らしいなというふうに感じましたので、大変感謝をしております。大人が聞いていてもためになりましたですね、先生。はい、ありがたい。もう自分に置き換えて自分の自信をこれから構築していかんとなと思いました。さあ、夢戦の戸田先生にお話をお伺いします。こんにちは。こんにちは。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、まずは柳川原小学校5年生触れ合って先生の感想を教えてください。いや、もう本当みんな聞いてるんで言いづらいですけど、すごく本当純粋で明るくて、もう本当にいい子たちで、逆に元気をいただきました。やはりこうやって小学校5年生ぐらいっていうのは自分の人生となんか被るものってありますか？そうですね、僕の、話も10歳の時がターニングポイントだったので、
まあ、何か一つでもこう伝わってくれればいいかなとは思っております。はい、はい、さあこれから未来のある、10歳のみんなに、このメッセージを先生の方からお願いしたいと思います。はい、まあ、みんないるんで本当あの繰り返しになっちゃうんですけど、本当にあの自分に自信をたくさんつけて、まあ、いろんなことあると思うんですけども、本当立ち向かっていける強さを持てるような人間になってもらいたいなと思います。はい、チーズ。